とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン10、周回していきたいと思います。ショートカットまだ見つけれてないので、正規のルートで行くしかありません。20周はちょっと厳しいので、10周行きます。10周。だいたい、15分ぐらいで一周できるっていうのが分かったので、まあ10周、2時間半ぐらいか。そんぐらいだったら全然大丈夫ですね。OK。行きましょう。とりあえず一発目ですね。時間はかかってもいいんだけども、その分いいやつを出してほしいところですね。お願いします。初っ端からいいやつ、お願いします。ダメだダメだ、ダイヤ剣まず使わんもんな。使わない。金メッキも使わないし、クールダウンがない。あ、でもヘルスシナジーとかついてるね。両方ヘルスシナジーがついてるから悪いエンチャではないかな。どうだろう。まあまあ、とりあえず、10周やるまで終われません。いきます。2回目、おなんか、装備がぐっとこう出てくるのが早くなったね。ためがなくなったな。ぐっとすぐ出てくる。まあ、ダメだね。クールダウンなし。まあ、残り火は違うけども。よろしくないね。あ、武器のエンチャは悪くはないよ。武器エンチャは、いい感じだと思うんだけど。今回もちょっと武器が、出やすいか？シーズン9でも武器は出ましたからね。次行きましょう。3回目。おお、やっぱりグッとこう出てくるとちょっと慣れないな。あ、ボン、クラ悪くないエンチャだね。悪くないエンチャ。まあまあまあ、黄金の輝き1、これはいらないんだけどね。まあ、いりません。勇者、英雄か。英雄頼む。ポーションバリア、クールダウン頼む。ないか。クールダウンじゃないんでしょ、どうせ。ほらね。ヘルスシナジーはついてるんだけども。よくないね。ヘルスシナジー、ポーションバリア、クールダウン。まあ、その3つついてれば、嬉しいかな。なかなか出ないんだけどね。雪の弓、もちろんいりません。では次。4回目。よろしくない。クールダウンなしなんだよな。ダメ。大いなる破滅。なんだこれ。ダメだ。よろしくないな。調子が悪い。折り返し5回目。シュルカーはワンチャンあるかな。ダメだ。クールダウンがつかない。まあ、力ももちろんいらないね。クールダウンがないんだ。よろしくない。はい、では次行きましょう。6回目。クールダウンないな。クールダウンない。怒りもいらないけど、エンチャントも別によろしくないね。流れが悪いぞ。緑、なんか緑やたら出るな。緑と赤が最近よく出るんだけどね。まあ、ポーションバリアついてるけども、耐久性があまりないからね、使わないんだよな。反逆者。クールダウンなしか。ラストラーフ。ラストラーフの、採掘者がいっぱいついてるやつだったら、ちょっと欲しいかなと思うけども、普通のやつはまあまあ、最弱に近いぐらいの火力だからね、いりませんね。はい、次。残り3回だね。これ、意外と、いや、エンチャントも別に良くないか。いや、もともと、やっぱりノーマルじゃなくって、ユニークが欲しいんだよね。吸血がついてるから。下は悪くないんだよね。黄金はいまいちだけども、下はリフレッシュ。
クリティカル、エイリーどっちでもいい。で、アンチャンティング、重力、選べるね。いいけども、まあ、ユニークじゃないのが悔やまれる。バブル！クールダウンショットはある。けども、あとはいいかな。弱体化虚無もついてるから、そうね、ロールチャージついてれば、使えたな。あと1個なかった。残念。マフラーズ、もちろんいりませんね。エンチャ悪くないよ。エンチャは悪くない。使えるやつだ。全部。悪くないんだけどな。では、残り2回だね。頑張りましょう。これが9回目だ。ラストラフ多くない？多くない？いりません。シルゲール、リフレッシュ2か。3だったら、でも、エンチャちょっと微妙かな。いや、いらないな。あ、これエンチャなかなか、いいのが2つついてるね。クールダウン、ヘルスシナジー。まあ、真ん中はちょっと微妙だけども。あと、黄金もね。ちょっと俺の探してるエンチャではないんだけども厳しいね。では残り1回ラストですね。ラストいきます。ラスト最後だ。イカが出てきてくれた。で、心奪うものもなんかねメインで使ってるっていう人がいるんだよね。意外といいじゃないですか。まあまあそうだよね。吸血がもともとついてて、でそれにさらにつけていけるから、まあまあ使いやすいんだろうな。あ、ちょっと待って、これ良くない？良くない？リフレッシュ3ついてるでしょ。これリフレッシュ3がつくってのはほんとすごくいいね。で左から重力、真ん中がアンチャンティングでもいいし、クリティカルでもいいね。もう高難易度用として使って、アンチャンティング、クリティカル。いいよね。で、右も、追い打ち虚無で選べる。え、強くないこれ。使えそうな気がする。イカはもう大体持ってるからな。どうだ？クールダウンついてないし、下のエンチャントも、まあ、ほぼ、微妙か。これ、いいんじゃない？使ってみようか。なんか、思いっきり火力寄りにするとすごく使えるって聞いたので。まあ、火力2つ、に補助2つっていうことで。行ってみよう。これ、今度使ってみます。はい。ということで、今日は、10周、やりましたね。やっぱ今回、どうも、ショートカットないっぽいんですよ。なので、時間かかる。むちゃくちゃ時間かかる。前はね、6分ぐらいで1周できたんで、20周、まあいけたんですけども、今回ね、15、6分かかるのよ。1周するのが。なので、まあ、10周かな、1日。ちょっと辛くなってきますね。まあ、またやっていきますんで、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。